ブラックダイヤモンドブラックダイヤモンドはアメリカ合衆国で飼育されていたオスのアジアゾウである。このゾウはその障害中に4人の人間を死亡させる事故を起こし、最後には殺処分となった。最初はドイツにあったカール・ハーゲンベックの動物園で飼育されていたが、1900年にアメリカ合衆国のジェントリー・ブラザーズ・サーカスへ譲渡されたのを皮切りに、その後10カ所以上のサーカスや動物農場を 渡り歩くことになった最終的に、ブラックダイヤモンドは、アルジーバーンズサーカスに落ち着いた。その体重は9トンに及び、飼育下のアジアゾウとしては、最大級と言われていた。ブラックダイヤモンドは、良い働き手だったが、感触を起こしやすい性質だったため、通常サーカスのパレードで街を練り歩く時には、おとなしいメスのゾウ2頭の間に鎖で繋がれていた。 1929年10月12日、テキサス州のコルシカナで乗り物から降ろされている間に、ブラックダイヤモンドは大暴れして、かつて長期にわたって、ブラックダイヤモンドのトレーナーを務めていた。HD プリチェットを負傷させた上に、プリチェットの当時の雇い主であった、エヴァスピード・ドノヒューを死なせてしまった。当時のタイム氏によると、プリチェットは1年半の間、コルシカナで、 ドノヒュープ人が経営する農場で働いていた。昔働いていたサーカスが、ブラックダイヤモンドと共にコルシカナの街を再び訪れることを知った。彼は雇い主のドノヒュープ人にこの像を見せようとして、事故に遭遇したのだった。ブラックダイヤモンドは、この事故以前にも人を死なせた経験があった。そのため、サーカスを存続させるためにはこの像の存在は危険すぎるとみなされ、 殺処分の決定が下された。ブラックダイヤモンドの殺処分のために様々なアイディアが出されたが最終的に射殺することに決まった。ヒューストン動物園の飼育係を務めていたハンスナイジェルが処刑係に選ばれた。ブラックダイヤモンドは他の3頭のゾウの間に足かせをされた状態で麺畑に連行されて2本のコノマに鎖でつながれ至近距離からライフルで撃たれた。 ブラックダイヤモンドは苦痛の叫びを上げ、身をもじって逃れようとした。ナイジェルは射撃を続けたが、ブラックダイヤモンドが地面に倒れ伏すまでに50発から100発以上の射撃が必要だった。サーカス団の団員たちはブラックダイヤモンドの死に涙した。その後、処刑係のナイジェルは顔面蒼白になって家に急いで戻り、病床についてしまったという。 ブラックダイヤモンドの頭部はヒューストンの博物館に長期にわたって展示されていた。この骨は後にコルシュカナに住む実業家が入手したと言われる。また、ブラックダイヤモンドの足のうち一本はハンスナイジェルをモデルにした共像の題材にされたと伝えられている。2006年にシンガーソングライターのアルエバンズはこの像を題材にしてブラックダイヤモンドの歌を作っている。 ブラックダイヤモンドの青年については、1897年説も、ある。ABCDE ブラックダイヤモンドアットエール、G バーンズサーカス2011年5月8日閲覧。ABCDE アニマルズ、ブラックダイヤモンドタイムマガジン、オクトーバー28、1929、2011年5月8日、閲覧。ブラックダイヤモンドに、毒入りのオレンジを食べさせようとしたり。 適水させようとも試みたが、この像は、用心深い性質だったのでいずれも失敗したという。alevans.com2011 年5月8日、閲覧。ありがとうございます。